全国防衛委員または国家防衛委員は第二次世界大戦下のナチスドイツにおいて設置された国防機関である。相当アドルフ・ヒトラーの指令に基づいて1939年9月1日の法令により実施された。ナチスドイツにおける戦時体制下での活動は全国防衛委員によって統制されて入れた。任命された各地の全国防衛委員長官は 担当地域の軍管区の司令官たちと連携しつつ、ナチズムのイデオロギーによる文民統制を確立することになっていた。したがって、彼らは国防に関して、軍管区のみならず各地の大管区などの政治当局に指示を出す権力を有していた。全国防衛委員は、空襲に対する防空体制の指導や、戦闘地域からの住民の避難を担当していた。防衛委員長官は、 内務省の監督下にあり、全国防衛大臣評議会が設けられていた。1939年9月1日の発足後、以下の大官区指導者が全国防衛委員長官に任命された。1939年9月1日の法令では、軍官区が各地の大官区や州の区域と重なっていたので、担当地域の改定が何度か行われた。また、 防衛委員長官に任命されていない大韓区指導者との対立が問題化したため、1942年11月16日に全国防衛委員会と経済管理の統一に関する条例が新たに布告され、各地の大韓区指導者を全国防衛韓区指導者に任命することでこの問題を解消させた。これにより大韓区指導者は、 全国防衛委員長官と同等の権利を有し、全国防衛管区は最終的に43区となった。戦争が最終局面になると、全国防衛委員は、州当局や大管区における等の影響力の拡大に大きく貢献した。全国防衛委員の権力は、ヨーゼフ・ゲッペルスが総力戦の一環として策定した総力戦における 全国防衛委員への全権委任によって一層強化された。これらの指導はほとんど軍事的なものより政治的、思想的手段となっていた。RGBL I1939S1565F ありがとうございます。